大戦世かあれ、エースどっか消えたんだけど。もしかしてギリギリぶっ倒した？これさ、メラメラの実落ちてんじゃない？何も出なかった。もう見てよ、このありさま。もう森が燃えている。ショップのおっさんも死にました。まあそんなこと忘れて、とりあえず寝ましょう。おっぱよ。てーなわけで、ネタから前回のこと全部忘れたんだけど、今回は、まあ、4校になりました。三刀流も極めました。おい、ちょっと待って、今話してる途中でしょうか？そうなのよ、今回は、アップデートで追加された、おでん二刀流でカイドウぶった切りてーなと。順番おかしくなるから今来てほしくなかったんだけどな。どけどけー一刀流、獅子、ソンソンソソンソンソンソソンソンソンソソン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 えぐ強くないかマジで。カイドウの部下も一発でやれる。強くね俺。ちょ、カイドウ一発だけ殴ってみる。どんなもん。あーちょっとやばい。まあお前今だけ見逃しておるよ、竜のおっさん。おでん二刀流極めたら真っ二つに切ってやるからな。確かカイドウのお腹の横にある傷っておでんが切った傷だっけ。やばくない？で、あと、アップデートで、白キッちゃんのグラグラの技とかも、変更されてるらしい、かっこよく。ちょっと次ぐらい、グラグラゲットしちゃう？で、おでんが使ってた剣の名前が、俺が今持ってる、エンマと、雨のカマキリだっけ？違う、雨のハバカリっていうやつ。エンマは、ゾロぶっ倒したらゲットできたんだけど、雨のハバキリは、村人に作ってもらうことができんだって。まあ、とりあえず、村に行きましょう。お！村に、来たよーって。あれ待ってよ、これなんか見たことあんぞ、ここ。久しぶり。村人全員生きてっか、これ。情報によると、武器鍛冶屋の人が作ってくれるらしいんだけど、武器鍛冶屋ってどうやるんだっけ？鍛冶台作って、家の中に置くと。お前、ルフィか？いや、こんな肌でかなかったな。オッケー、来たよ、来たよー。うわ、待って、そうじゃん。エルメラルドいるじゃん、これ。達人まで、えぐ遠いぞ。プーリグリフあげるから。プーリグリフ求めてないの君。撤回は撤回。あ、撤回でも交渉してくれないの。麦わら帽子はこれ、あれよ。ロジャーが被ってた帽子よ、これ。あー、それもいらない。こいつやばいな。おいおいおい、なんでこんなとこにゾンビおんねん、お前。どっから出てきた、シシソンソン。ちょっと一旦壊して、一旦火事台置き直して、あー、全然変わってねえわ。じゃあちょっとおとなしく石炭集めっか。効率よく石炭を見つける方法を教えます。三刀流王旗、一大三千、大戦世界ってここ全部掘り残すと。一大三千、大戦世界でブランチマイニングしていきます、とりあえず。石炭どこやねん？あ、普通にあったわ。あ、これ早えぞ、このブランチマイニング。宝石だけはなぜか切れないから、これでいいでしょうと。大戦世界！おー、いっぱいあるじゃん、マジで。あ、一旦夜だから寝ましょう。おやすみ。オファーよ。オパオパの三千世界！やべえ。お、石炭1スタック一瞬で詰まった。一回じゃあ私に行くか。お、待って、ブルックいんじゃん。前回ブルック読み読み落とさなかったから今回も欲しいな。私も死んでますけど。すいません、もう切っちゃいました。ということで、村人を監禁、いや、保護している場所に来ました。海賊にね、襲われるんだよね、村人。保護しておかないとダメです。とりあえず、全部、保管して。さあ、レベル2になったかな。鉄は何個か持ってたから、これで鉄全部取り消しちゃって。オッケー、レベル3までいったぞ。あ、早い。ダイヤでエメラルド。ああ、もうしょうがねえ。レベル3、火打ち石30個でエメラルド1個。火打ち石と、砂利のとこ行って3000世界ぶちかますか。あ、普通に砂利あるじゃん、ここ。ちょ、ここに隕石ぶちかまそう。待って、これ、俺死ぬんじゃね？大丈夫？耐えろ。ちょっと、竜王装備して。オッケー、無事耐えました。お、早速砂利出た。いいね。三千世界！あ、三千世界これ、アイテムドロップしね。やばいです。プリスラ大ピンチ。グラグラあったらな、一気に壊せるんだろうな。いや、やっぱグラグラ欲しいな。お、待ってよ。なんか襲撃者の旗持ちんじゃん。これ、ちょっと待って。いいこと考えた。わざと襲撃起こして、安くして、俺を英雄と叩いてもらって。やばくね。これ効率いいんじゃね？最高のタイミングで出てきやがったな。とりあえず、ポンド砲じゃないけど、乱脚でも食らったっけ、お前。乱脚オッケー、来たー。ゲッポで戻りましょう。ちょっとこの隙間からやられるの怖いから、完全に監禁、いや、保護しておきましょう。襲撃者来る前に一旦寝るか。おやすみ。おっぱよ。村人全員隠れろー。おにぎり。おいおいおい。
ウソップ、お前何やってんだお前。戦力外よウソップなんか。うわぁちょっと待って、トラハルがいるんだけど、ちょ待て待て。3000世界。おぉ嘘だろ、いきなりキングは取れねえだろ。よいで有名なマルコもいいんじゃん。ちょやっとこやっとこ、これやっとこやっとこ。ちょ鳥の実も食いてえから、ちょっとやっとこやっとこやっとこ。強えな強えな、なかなか強えんだけど。オッケーオッケーオッケー。お出たぞ、鳥出たんじゃねこれ。お、なんか埋まってんぞここに。ちょっとこれさ、襲撃中だけど食うか、鳥の実。俺前からずっと食ってみたかったんだよな。食います。いきなりキングは取れねえだろうよい。おお気持ち悪い気持ち悪い、これいいな。技は何あんの。うわいっぱいあるいっぱいある。鶴爪っていう技があんぞ。これ打ってみる。鶴爪、おおすごい鶴爪。おおおお、蹴ってる蹴ってる蹴ってる。再生、あーそっか、再生できんもんなこれ、自分燃やして。鶴爪鶴爪鶴爪。でさらにヤバくなった時はキモい鳥になって逃げます。おーはいや。で俺が知ってるなんか方向位みたいな名前のやつってないの。回復回復、ツルツルキックツルツルキック。おーつんよ、ツルツルキックツルツルキック。鳥鳥の3000世界。これ一回死ぬか、多分技全部ないよな。ちょっとロビンパイセン、ちょっと俺の骨折ってくれ。いきなりクラッチはできねえだろうがよ。よーしオッケー。さあ増えてますか。とおー増えてる。あこれこれ方向員。じゃ一旦夜だから寝ましょう。おぱようだよい。これいきなりキングは取れねえだろうよね、ポーズするくねこれ、ほらこれこれサムネ決定だなこれ。なるほど、方向がこのポーズで、インがこのポーズらしい。キックのポーズ。インが。方向、イン。ちょっと申し訳ねえ。トイレ行って、録画止めたんだけど、気づかずずっと続けてました。すいませんでした。しかもよ、胸に刀刺さってるしよ、どういうことだこれ。その後の流れ言うと、クリアして英雄になって村人が脱出したから、まあまた監禁や保護して、で、ちょっと俺確かね、俺道具鍛冶屋の村人育ててたんだけど、武器鍛冶屋の人なんだって。だから、ちょっと今ね、またやり直してます。で、てっちゃんも洞窟でいっぱい取ってきたから、あとはこれ焼くだけよ。これ焼いていっぱい鉄渡しまくって、あとはどうなるか。てっちゃんタイムです。とりあえず25個で攻撃してみよう。おー、いっぱいいったじゃん。え、また火打ち石いるの？いやもうこれてっちゃんでもいけるか。達人になったら、天の幅切りが出てくると、これ楽しみですね。で、あとね、まだ使ってない技があったのよ。不死鳥。ジャンプすることによって、鳥になります、これ。うわ、これどっからメガネ出した？まあ、リアルでもメガネつけてるから、いっか。さあ、ちょっと一回滑空してみようぜ。おー、すーげー飛んでるー。で、これで飛行もできるから、うわ、え、クソ速くない？うわ、やば！マッハ。これマッハ超えてんじゃない？これほら、あの海軍基地まで一瞬、もう3秒ぐらいで着いちゃった。移動系で最強なんじゃね、ピカピカより強いんじゃねこれ。おいー到着。これ見せたっけ。あれちょっとどっから録画してて、どっから録画してなかったか忘れたんだけど、まあいいでしょと。あれは火炎放射みたいなやつです。とりあえずてっちゃん回収して全部あげるから、早く天のカマキリよこせ。雨のはばかり雨のはばかり。もうちょいなんだけどな、なかなか鉄交換してくれねえな。おちょっと待って、シャンクス来たんだけど。おでん二刀流覚えたらもう真っ先にお前んとこ行こうと思ったけど、逃げやがったな。逃げ足だけは早いんだよい。逃げ足四行並みだったわ。これでどうだ。オッケーオッケー、やっといったやっといった。どう、お、ある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 だよーって。これエンマじゃねえよな。あまだかこれ。あまだだわ。レベル4クリアしたらいけんのかこれ。ちょっとちゃちゃっとダイヤ取りに行くか。真下に大戦世界。おお溶けた。あーあったあったわあったわあったわ。あ1個だけか、少ね。あとちょっと3つぐらい欲しいな。どこですか。もしかして溶岩切れちゃう。あ切れた溶岩、すごっ。おダイヤあった。聞いたー。オッケー、合計4つあったから、まあ、とりとりで戻りまーす。で、全部渡して、あー、2つでよかった。2つでよかった。これで、どうよ、進化する？どうよ。いや、買います。あれ、飽きすんやん、これ。え、ちょっと待って待って待って。まあ、どういうことやねん、これ。これ、一旦ぶち壊して、もう一回置けば変わるんじゃね？あれ、これさ、達人になったらさ、職業変わんないっけ？
天の葉ばかりどんな模様してたかわかんないから、作っちゃったじゃん、これ。全部お前のせいやな。お前、今までの時間返せ、俺に。カマキリよこせ、カマキリ。この井戸に入れたら、なんとかなんねえもんかな。お前、元気してっか？あー、元気ないみたい。俺も元気ない。あー、変わってねえかな。秋水がカマキリに変わってないかな。ちょっとエース邪魔しないで。お、ちょっと待って、ちょっと待って。これは多分マイクラの神が見ていたと。イム様が見ていたと。使ってみっか。ちょっと調べてみたんだけど、なんかこれバグってるみたいだね。ということでね、ちょっとおでん二刀流見せたかったんだけど、じゃあ次回見せます。次回おでん二刀流使って白生地ちゃん倒しに行くか、カイドウ倒しに行くか、ちょっとコメント欄にみんな書いてくれ。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイビー！